皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。プロ野球ドラフト会議24日。ソフトバンク育成7位で指名された沖縄出身の最速148キロ右腕神戸国際大付塚山健志郎投手18が悲願のプロ入りだ。昨年11月に右肘のトミー・ジョン手術を受け今年は当番機会がなかったが一年次から活躍する過去の実績。 潜在能力を評価された。小さい頃から憧れのチームで、本当に好きな球団から指名してもらった。これからの野球人生で頑張っていける。また、西武の育成で高校通算33発の大阪桐蔭・ラマルが3位、夏の甲子園を制した京都国際の澤田が5位で指名された。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。